この声が聞こえている占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします。はい、ミサトランさん、ミサトランさん、あなたは占い師の能力を持ちました。最初の夜時間では人狼ではない方を一人お伝えいたします。人狼ではない方は6番サントスさんは人狼ではありません。はい、わかりました。どうでしょうか、13人村。いや、占い師ありますか。初めてです、多分13人 で、 で、ね、いや多分初めてです。おお、なるほどなるほど。で、結構人狼札とかでも占い引くと高確率で偽に見られて釣られる経験をしてきたので、あら、結構自信ないんですけど頑張ります。はい、それでは頑張ってください。はい、はい、ではビデオの停止、マイクのミュートお願いいたします。やばい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 、一番引いちゃいけない役職来ました。え、絶対やばいじゃん、やばいよ、やばい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 。よし、マジで作戦考えよう。サントスさん白ね、オッケー。絶対に自分の占い先を間違えないこと、まずこれ絶対そう、これ絶対ね、これやったことあんの、ね、私え、自分の占い先間違えるとか絶対偽じゃんみたいな、そういうのね、やったことあるんで、もうでっかくさ、ね、占いよ、占い、もうサントスさんは絶対強人か村人陣営で、占いね、もう初日出ますね。なんか下手に潜伏とかしたくないんで、もう基本出る、出たい。いやー、ちょっと様子見るか。でもいきなり出ちゃうと様子見るけど、もう聞かれたら絶対すぐ出よ、すぐ。やばい、ガチで占い師は超重要。占い師がポンコツだと大変なことになる。うんうん、怖い怖いよー、もう絶対間違えちゃいそう。いや、サントスさんが狩人とかじゃなければいいけどな、ちょっとな。お、頑張るぞー。あー、ドキドキ。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。それでは第1回目の1戦目、9分間の話し合いを楽しんでやってってください。どうぞー、お願いします。お願いしまーす。お願いしまーす。いい朝ですね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 。暖かい日差しだ。ちょっと話してもいいですか、じゃあ。どうぞ。おお。決めてたことがあるんですけど。何何。いや、あ、でも僕とは、僕が予想してたとちょっと違った展開だなって今も思ってて。はいはいはい。いきなりね、自分占い師ですみたいなの来るかなと思ったんですけど、うん、確かにね、来なくてよかったなと思ってます。これ占い師ね、うん、初日出ちゃうと厳しいからね、なかなかね。そうなんですか。いや、うち初日に出た方がいいと思ってる。いや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 、これ出ると結構強いですよね。いやいやいや、出ない方いいんだね、うん、いや一応だって連続2回、まあどっちもあるけどね、うん、連続で噛まれたら死んじゃうから、うん、なるほどね。プテさん白い、あー簡単だ今日えっていうことはお前つまりまさか。確かに。ちょっと教科書に、あ、げんです、教科書に載ってることを話していいですか。あ、教科書大事ですね。うん、は、占い師を初日に出た場合は、布施さんのおっしゃる通り2連続で買われて死んじゃう可能性はございますが、うん、逆に言うと出なかった場合は今日の釣りとこの夜の髪を占い師が乗り切らないと翌日に人外に占い師を乗っ取られちゃうリスクもあるので、ね、結局のところトレードオフというか、うん、まあ、どっちもどっちという感じです、うんうん、なるほど、はいはいはい、白いとは言いますけど、とは言いますけどね、うん、まあ僕は出ない方が強いと思ってますよ。あ、そうね。え、ゲンさんはどっち派なの？ゲンさんはどっち派なの？私は出てほしい派ですけど。出したがるな。え、出てほしい派なんだ。あ、なんか私はハイリスクハイリターンよりはローリスクローリターンを取りたい。ああ、なるほど。価値観の違いなだけ。え、あのさ、間を取って霊媒が出るとかじゃダメなの？それは全然。霊媒はあの本線になった時に出た方がいいんじゃないですか？役職は。霊媒さ本線じゃない？割と。まあまあ。
あ、通常僕もそっち派。通常ではある、うんうん、あ出ない場合はグレランで進めるっていう結論、誰かを殺すってことですね。まあ一つ言ってことグレランで進行した場合って役職に当たったら結果的に出ると思うんで、うん、そうですよね、まあ、あの早めに決めとかなあかんと思う。そう、自分にグレランが当たらない自信がある人が役職を持っていればっていう話になってくるけどね、うんうん、そう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 。喋ってない人聞きたいな、じゃあ、うん、ガミさんとかね、左縦一線喋ってない、ね、おお、僕は占いは絶対出ないでほしい。おお、はいはい、過激。霊媒はむしろ出てほしい。おお、ああ、わかる。出ろよ霊媒。すごい。マツだ。え、朝倉ってさ、なんで役職出したがってたの？理由が聞きたい。ソヤトン怖いからです。ん？ソヤトンが普通に怖いからです。ショヤに噛まれる。噛まれて。あ、ソヤトンって言うんだ。ソヤトン、うわいい。なんかこの感じでもう結構議論したんですけど、この感じでもやーっと誰が釣れるかわかんない状態で占い師とか能力者に縄がかかっちゃったら怖いから、先に役職出ちゃった方がいいんじゃないって思ってるって感じ。なるほどね。あ、まあ、ぶっちゃけ俺も朝倉に近いかな、うん、考えは、うんうん、私もそう思います。俺ミサトラオマオジ朝倉ユイラインと俺今まで話した上 で出た方がいいような気がする。うん、霊媒出てほしい。え、占い？俺占い。ちょっと待ってください。現状喋ってる段階で出た方がいいような気がする。え、はい、今占いって言いました。何さん。じゃあのいっぱい喋ったね今ね。うん、な何誰で？うわ、これもう出ないといけないやつじゃない、うん、もう。僕は霊媒ったらもう今うシンプルに出てもらった方が整理はしやすいので。うん、はい、うん、占いです。はい、出てくれると助かるなと。グレランだと死ぬと思ったので出たかったです。どうだね、わかる。他あといないなら、トタさんが言ってなかった。じゃあ俺は占いが出た方がいいと思った。俺も占いが出た方がいいよって思ったけど、占いが出てしまったので占い使用します。お、魔王さん？あのもう一人ぐらい出てくると美味しいかなと思ったんだけど出なかったので僕も出ておきます。じゃあランマを対抗ね。はいはいはい。じゃあ白占い先どっちでもいいよ。どっちか先。え、トータスさんなんて言った？俺は占いが出た方がいいよと思うっていう話です。ああ、なトータスさんは白。現状喋ったので。まあ、はい、まず白先出してほしいですね。うん。俺トシンさん白。お、サントスさん白です。はい。おはい。トシンさん。ミサトランがサントス、ね、マオさん、トッシン。オッケーです。この現状で霊能は出るか出やんかどっちがいいと思います皆さん。出る出た方がいいと思います。出る、ね、もうこれは霊能出ろよ、いい加減にしろよ。え、これ占い2出た後って霊能出た方がいいの？これはそうじゃない。霊能は当たり目。もう絶対出る。ちょっと考えれば分かんだろ。出ろ早く。ちなみに霊媒1かここで1画すると21になって比較的、うん、村有利だし、うん、村有利だよね。21は圧倒的に村有利だと思う、うん、私から出ないと、いいね、なんで出ないの？ダメ霊能じゃん。ええ、すいません僕が霊能です。もうはっちゃんが役職持ってるのがなんとなく透けちゃったんで、うん、ありがとうございます。もう出た方がいい気がする。まあ、僕は言うつもりだったんで1人、うん、ぐらい炙り出ねえかなと思ってね。あの占い師出ない方がいいんですねって発言がとっても私も診療だから、霊媒はもういないですか？他いない。もう僕ここから信用できても正直信用できない、うんうん、私も確定じゃないですか。はっちゃん確定だと思って、うん、ありがとうはっちゃん。いや大丈夫ですよ、うん、いや確定の盤面の確定の仕方としてはすごくいいと思ってて、うん、で占いが信教と仮定した場合って三郎が潜伏してるんでめっちゃグレラン刺さりやすくていい盤面だと思います。うん、そう。あ、現です。現です。ちょっといいですか。おまじさんってその主張はトシンさん、サントスさんの中には黒はいない想定でいいですか？あ、今のところはお話を聞いてみないとわからないですけど、それを想定しない上で三郎が潜伏していると仮定するのが一番簡単かなと思ってます。はい。はい、え、でもこれ白出しの先が黒全然あるんじゃないの？だって。あるけど、まあなのでないと思いたいっていう話。あ、グレランはすごいいいと思う。確率論で言ったらすごく低いと思うから。で、グレランで、あ、そう、グレランで私も含めないですけど、片白を含めるかどうかだけは前提を。片白は絶対含めない。含めない。含めない。分かりました。はい。仮にそこに黒がいたとしても、うん、初日は含めるべきではないと思います。うん、ただ後々見ていけばいいわけだから、いいと思います。うんうん、グレーだったらどこ釣るんですか、皆さん？グレーです。え、はっちゃんがさ、もうこの盤面では確実に人なのだから、はい、怪しい人を指名しないもん。そう。いや、潜伏した方がいい、潜伏しない方がいいって言ってない人から釣りたいですね。おお。どうこれ。うん、あ、はいはいはい。そうなると、アルマプテハシ
源、おまおじ、あさくら、え逆じゃない、逆でしょ、今言ってる人は言ってる、言ってる人はあげてる、あ、なるほど、言ってる人はあげてる、そうそう、言ってない人を釣りたいっすね、あ、OK です、うん、それがなんか一番なんか無難じゃないけど、意見を合わしにも言ってない様子見てる人外に見ちゃう、冴えてる、そうなると該当するのは、アシュさん、ガミさん、トータスさん、サントさんかな、アシュさん、白です、サントさん、占い先ですよ、カカシロ、カカシロ、そっかそっか、じゃあアシュさん、ガミさん、トータスさんかな、一応僕は霊媒だけ出したい派っていうのは発言してたんですけども、まあ含んでくれても大取りでちゃんと全員出た方がいいって言いました、ああ、そんなん言うたら俺もそうだ、全員出てくれると助かる、そうないや、出すのが遅かったのは俺とガミさんかな、アシュの方が早かった気がする、ただじゃあなんか2候補ぐらい欲しい、2人ぐらいに絞ってほしい、そうです、ね、投票差し先を、ん、絞った方がいいのかな、絞らんけグレランディの方がいいんじゃない、グレランディいいんじゃない、最終票がハッチャンになるように、ああ、はいはい、って感じの方がいいかもしれないね、うん、でもなんか絞った方が八山的にはその、うん、さっき名前挙げた4人から投票してほしいってこと、いや、これを僕が言ったことによってみんながどこに投票するか見たいっすね、あー、ちょっともう一回4人の名前もう一回ちょうだい、あ、でもいや4人はサントさんも含まれてたから含まれやん、足湯ガミトータスが僕の中ではその議論であまり印象に残らなかったので、あー、そうなんや、あれ、トシーさんも言ってたっけ、トシーさんは僕、トシーさんってでも片白でしょ、片白です、あ、そうか、片白だ、ごめん、同じだった、ごめん、ごめん、そう、だからまあサントス、トシーなんか多分それについて触れてなかったような気がしたから、まあでもしょうがないですね、片白だから、うん、そうね、はい、うん、アルマプテハシ、朝倉ゆい、おまおじ陣営みたいな感じになってるわ、俺なんか対決してるみたいなイメージになっちゃって、うんうんうん、え、ちなみに僕はおまおじさんは結構黒いかなと思って、あ、僕もおまおじさんに投票しようと思って、じゃあ僕も出た出た、もう僕はもう心聞きたい、投票の時教えて、それ、あ、いや別に、あの僕、それでは話し合いが終了となりました、ただいまから投票のお時間でございます、それではお好きな方から投票をお願いいたします、被った場合は、譲り合いでお願いします、どうぞ、はい、アシュ、あー、どうぞ、いいですか、じゃあどうぞ、一応投票対象になってるんでさっきやりたいと思いました、アシュはガミさんに投票したいと思います、自分が3人ハッチャンに含まれた、アシュ、ガミ、トータスと含まれた時に、まあトータスからは一定の生存意欲、いや、アシュは先に僕らよりも先に言ってたけども僕らも意見は発したつもりっていう風に生存意欲が感じられたんですが、ガミさんからはその後はあまり発言がなかったな、自分も投票対象に含まれているのでと思って僕はガミさんに投票させてもらいました、はっちゃんの最初の指定の、見方っていうのはすごい良かったなっていう風に思ってます、対立陣営を外して何も言ってないところから釣るっていうのは非常に良かったと思います、以上です、はい、あ、いいですか、じゃあおまおじさんに投票します、源さんが突っ込んでたと思うんですけど、まおじさんってその占い先が、占い先を一旦外してとかそういう前提もなしに、狼が3枚潜伏してると思うからグレランが刺さりやすいと思うっていう発言をしてるから、一旦おまおじさんを釣って、それでもしおまおじさんから黒が出たらめちゃめちゃ強いなと思うから、おまおじさんから釣って攻めの姿勢を取りたいと思ってます、おまおじさん、あ、なんでもないです、じゃあ以上で、投票は誰、あ、おまおじさん、おまおじさん、はい、行っていいですか、どうぞ、はい、はい、僕もおまおじさん投票で、なんか最初に占い師を信教としか見てないような言い方をしてたのはすごい気になってたので、おまおじさん普通に黒なのかなっていうのと、まあ占い霊能出てほしいなっていうのはもうちょっと僕目線では盤面整理がしやすいっていうところだけですね、初日に関しては。でまあ、グレーに含まれちゃったのはしょうがないかなと思ってるので、うん、明日以降で挽回できるように頑張ります、初日はおまおじさんに投票します、はい、投票します、朝倉優衣です、最終的に足湯さん、ガミさん、トータスさんに票を集めるかもみたいになった時に、トータスさんははっちゃんが出る前にかなり焦っていて、あ、役職が透けちゃったから早く出てほしいなみたいなのが村にすごく見えて、わざわざ紙先とか言わないと思うし、で足湯さん、ガミさんは自分が投票対象になってからもあんまり発言をしなかった、自分を守るような発言があんまりなかったんで人間に見えているので、最終的にプテハシさん村の意見に全のっかりした人狼のアルマ君みたいに見えてるんで、アルマ君に投票します、はい、
ガミさんに投票します。投票の理由としては、ガミさんって、ま、そもそもさっき言ってた朝倉に言ってた理論が結構俺はしっくりきてて、初日に片城に絶対に手をかける進行ってありえない中でいて、俺の上げ足を取ってるにしか見えないアルマ君ってすごく人外に見えるんだけど、今日はもう投票がすでに俺に1票入ってて、プテハシからも1票入るっていうような宣言があったので、アルマ、プテハシ、ガミの3人外で自分見ています。なのでガミさんに今日投票します。以上です。はい、トッシンです。12番のおまおじさんに投票します。今おまおじさんはプテさん、ガミさん、あともう一人誰、ちょっとすみません、あともう一人じゃないんですけど、もう3人外見えてるっていうのはまだちょっと早計じゃないかなって、統計っていう言葉の意味は分かってないんですけど、ちょっとかっこいいかなと思って言ったんですけど、なのでちょっと僕今の発言でちょっとおまおじさん怪しいのかなって思ったので、おまおじさんに入れちゃうよ。以上です。はい、じゃあいいですかね、タイマー終わるまで待って、ね、どんどん行ってください。大丈夫です。はい、どうもトータスです。ガミさんに投票します。そもそもやっぱりちょっとやっぱり進行には沿いたいなっていう思いがあるんです。攻めの姿勢はすげえわかるんですけど、うん、まあその点でオマンに関しては色がちょっと黒くなったというか、黒に見えなくもないはすごいわかるんですけど、うん、進行には沿いたいかな今のところ。まだはっちゃんのその言ってない、まあ最終的には全員言ってたんですけど、でもその進行を最初に握ろうとしたプテさんの発言に対して、乗るか乗らんかの発言をした人たちよりもそれをしてない人たちの方をつっていた方がいいと思うので、ガビさんです。以上です。はい、大丈夫ですかね、他いなければ。はい、じゃあ3番足湯さんに投票したいと思ってます。理由はトータさんと同じで、私も進行を村で一旦決めた中であればそこから決めていくっていう方が筋かなと思っておりますので、そこの3人からというふうにしています。で、トータスさんが3人の中だとその迷いがあるっていう、白さがあるのは私も共感です。で、足湯さん、ガミさんでそんなに差はないかなと思ったんですけれども、私が人外だったら早めにこう票を集めたいっていうので、その票先に出るっていうので、まあ、悩んで、足湯さんにしました。そんなに差はないですけれども、足湯さんの方が若干かなって感じです。はい、じゃあ僕行きますかね。そうね、ガミさんに投票します。まあ今日はこの3人からっていう話だったし、まあ僕はこの3人だったらガミさんにいると思ってたんで、ガミさんに投票します。差がもうなんかね、ガミさんここから先今日釣らないとね難しい位置なんじゃないかと思いますよ。なんかガミさんって自分がなんか1票目2票目2票目ぐらいかその段階でおまおじさんになんか入れてて、その、まあ、アルマの意見に乗りすぎてると思うから、別に全然まだ自分が釣られない可能性もあったと思うのに、最後にヘイト買ったおまおじに行ったなっていう怪しさもあります。はい、投票します。まだはっちゃん入れてないっすよね。投票先はおまおじさんにします。まあとりあえずガミさんとおまおじさんを並べておきます。まあ、正直どっちもどっちな印象ですね。初日だけではちょっとまだ計り知れなかったところがあるんですが、ガミさんを釣ろうがお前さんを釣ればそれなりに失点は更新されるかなと。ちなみに占い師は私真央さんの偽がちょっと上がってて、新占い目線占い候補ってできるだけ狭めたいはずなのに、まあ、新霊媒出てくるのを渋ったところとか、まあ、はっちゃん の投票先、釣り先をより狭めたところとかは、まあ、ちょっと偽占いっぽいかなと思ってます。状況法でランさんが心配と思ってます。はい、これ僕最後ですかね。あ、まだで、いや私もまだやでミサトラン、マオ、ハッちゃん、あ、議論中投票時間は喋ることができません。他のごめんなさい、気をつけてください。投票したい方のみ喋れます。どうぞ。じゃあマオ投票します。投票先自体はガミオマージンのどっちかでいいと思ってるんですが、決戦の話を聞きたいなという感情があるので、じゃあ足湯さんに入れておきます。そこまで意味はない票です。で、源さんの話だったんですけど、ちょっと単純に霊媒を出すっていう進行が、占い2を先に出すっていう進行からの脳みそが追いついてなかったので、ああいった発言をしてます。特に深い意味はないですが、今のところ議論の話を聞いてると、トータスと朝倉がちょっと白いかなと思っているので、今黒い蝶を占うか白い蝶を占うか悩んでます。以上です。
ミサトラン投票します、5番のガミさんに投票します。まず真央さんが投票先を言ってからちょっと投票したかったので今後半に喋ってます。でおまおじさんが役職を出したがっていたんですが自分自身が役職しようがなかったのでおそらく人外だったら基本的に役職まあ出したくない、グレランになった時に死ぬ可能性が高くなるのでしたくないと思うのでおまおじさんはなるちょっと違うのかなと思ってるんですがのでガミさんになります。あとガミさんの方が票も集まってるので霊媒結果を見れたら結構ラインも見えてくるのかなと思ってガミさんに投票します。以上です。はい、おまおじさんに投票します。まあ2人の最後の意見を聞きたいっていうのもあるんですけど、まあ個人的におまおじさん釣っちゃった方、釣って色見た方がなんかいろいろわかるんじゃないかなと思いますね。なんか自分が言った最初のアルマプテハシとユイおまおじが2人がまあ対立してるみたいな言い方したんですけど、そこから綺麗に票がおまおじ神になんか分かれてる気がしたので、もうなんかとりあえずおまおじさん釣ってみて色見た方がなんかラインとかが分かりやすくなるんじゃないかなって思ってます。それでは投票の結果、本日はガミさんおまおじさんの決戦投票となります。お二人は50秒間の弁明の時間が各自設けられますので、その制限時間内に弁明を行ってください。あ、俺からじゃあいきます。多分情報、はっちゃんの言う情報から釣りたいっていうんやったらもう間違いなくガミさんかなと思っていて、先ほどそれは俺も、投票時間中にも言ったんですけど、アルマプテハシまで色見えます、ガミさんに投票すると。なのでそこの情報、俺の情報量って言ったらまあ朝倉とまああと投票の順番的に真央さんが足湯さんにずらした1票から俺真央のラインとかもあるからそこぐらいまでしか見えないんですけど、スムラの状態の皆さんの中でのつながりを見たんやったらもう絶対ガミさんです。アルマプテハシの色まで落ちるっていう点からすると絶対ガミさん投票やと思うんで、僕じゃなくてガミさん釣ってください、お願いします。はい、制限時間内に、50秒丸々使わなくても結構なので、早めに終わったら早めに終わったで大丈夫ですよ。どうぞ。じゃあ、はい、まあ、僕の投票理由はプラスして言うなら、まあ、釣られそうだから他に集まりそうなおまおじさんに入れたっていうのもあるんですけど、なんか僕とアルマさんとプテハシさんが同陣営っていうのがよく分からなくて、まあ、アルマさんとアルマさんに乗っかった認識はありますけど、プテハシさんはむしろめちゃくちゃその態度を詰めてきてる人なの でかつプテハシさん出なくていいって言ってたのに対して僕は全役職出てほしいと思ってた側なので、なんで僕とプテハシさんがおまおじさんには同じ陣営に見えてるのかなっていうのが不思議なとこですかね。であとはやっぱずっと引っかかってる占い師心境だったらグレーに参戦服みたいな、そのおまおじさんの発言がずっと引っかかってるのは間違いないです。あとは村の皆さん、僕も含めて村ですけどお任せします。はい、それではですね、お二人の弁明が終了いたしましたので、残り11名の方でガミさんか真央さんどっち、あ、ごめんなさい、ガミさんかおまおじさんどちらかに投票をしていただきます。ガミさんかおまおじさんどちらかに投票をしていただきます。ではですね、投票先決まりましたらズームチャットにて宛先全員にしっかりとなっているのを確認していただいた上で、1番に投票したい方は、あ、ごめんなさい、ガミさんに投票したい方は1番、おまおじさんに投票されたい方は2番の数字を打つようにしてください。一応チャットに打っておきます、数字はですね1か2だけで大丈夫です。1か2かだけで大丈夫です。全員投票決まりましたら、教えてください。ちょっと待ちますね、ちょっと待ちます。マオさん教授の突進さん黒、おまおじさん黒で占い心境って言っちゃったとかないないか。20秒ほど待ちましょう。いや、おまおじさんも白いかって言ったら別にそれ以内、それまでに違和感はあるんだけど、どっちも違和感はあるんだけど、カウントはしときます。おまおじさんの方が意見をはっきり言ってる印象はあるんだけど、1番ガミさんに投票されてる方が2票、2番おまおじさんに投票されてる方が9票。投票の結果、本日処刑されるのはおまおじさんです。では最後に遺言をマイクミュート解除してお願いいたします。
はい、票集まってるんです。ガミさんを釣ることによって、例えばガミさん黒やったらプテハシまでもう隠しろでいいレベルで進行できるかなと思ったんで、そういう意味も込めてますね、プテハシ。いやー、まあこれじゃあちょっと情報が少ないですけど、まあ、頑張ってください。俺釣りで落ちる情報もそれなりになると思うんでお願いします。なんか黒くない？それではおまおじさんはビデオの停止マイクのミュートを押してください。なんか言うことそれだけ？おまおじさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。でもなんか票集まりすぎてるよなこれ。それでは皆様おやすみなさいませ。おまおじさんが人黒だった時にもう人狼トータス朝倉になるけど、だトータス朝倉ない。おまおじさんがの白結果が出てわかる場所は占いたくないから、なんか一番色が見えないところなんかじゃん。とりあえず、ガミ朝倉おまおじの中にはカリドいない。絶対ガミさんはカリドじゃない。カリド占いたくないんだよな。ゲンさんカリドっぽいんだよな。でもなんかめっちゃ色見えないから占いたいんだけど、どうしよう、困った。おまおじガミ投票してない人占うか。でもサントスさんしかいないわ。うわ占い先迷う。トッシンさん占っといた方がいいのかな。これトッシンさんがカリドの可能性もあるよな。いやー占っていいよねトッシンさん。わかんない、トッシンさん占い。占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします。はい。それではミサトランさん、本日どなたの正体を確認なさいますか。トッシンさんです。はい、それでは本日トッシンさんの正体をお伝えいたします。はい。トッシンさんの正体は人狼ではありませんでした。わかりました。はい、はい、それでは引き続き頑張ってください。はい。あー隠し色もいいじゃんいいじゃん。トッシンさん色見えないしいいでしょ多分。なんか SG1 とかなりかねないしって言ったら失礼だけど、トッシンさん白初日囲いはない。トッシンさん白でしょ。マオさんってなんか強靭に見えてるんだけどな。とりあえずでも、ま、おまおじさんが黒だったらもうトータス、とりあえずトータス朝倉ラインあるよね。トータスさんガミさん投票、ガミさん投票してる人が怪しくなるもんね、プテさんと。わー霊能結果楽しみ。どうなるんだろう。恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はいませんでした。それでは2日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除お願いいたします。8分間の話し合いを開始してください。どうぞ。やるー。さあ結果出てます。おまおじさん、人狼でした。あーもうないっすよ。一番最初にガミさんに投票した人から今回ちょっと釣りたいなと思ってるんですけど、プロ一番最初に投票した人、僕です。アシューさん、占い結果を聞きたいんですけど。あ、占い結果はトシンさん白です。あ、白言ったんだ。俺ゲンさん白です。あれランさんって。私サントスさん白です。サントス白、うん、トシン白だと思う、はい、うん、トシンさんはもう白格でいいと思う、うん、で、マオさんが誰だっけ。これがゲンさん白、うん、ゲンさんか、はい、はい。占い理由はいりますか。お願いします。まあおまおじの色がどうなるかっていうので、まあ、まだ見えてなかった状態だったので、まあ、黒だったらあっちいいなって思って、黒だともう中野アルマ激白になるんで、うん、まあ、そこは翌日の結果見てからでいいかなと思った時に、うん、俺目線で、まあ、一応トータス朝倉あたりはちょっと評価が推理に評価ができる部分があったので、まあ、ちょっとおまおじ黒の推理は入れてないけど、で怪しくなってくるのがだいたい足湯源あたりに残ってる人狼いたらいいなと思って、源さんがまず白でしたって感じかな。どうぞ。はいはい。私の占い理由は、真央さんの発言が
投票の時にどちらにも選ばなかったので、ちょっと投票先がわからない狂人の可能性もあるなと思ったので、あの初日囲いも、まあ全然終えるな、初日囲いというか、で突進さんを隠し城にできれば、まあそれはそれで村切りあるのかなと思いましたし、まあ全然囲われてる可能性もあるかなと思って占いました。あと結構他の方がおまおじさんガミさん投票だったので、例の結果で結構その後の色が見えやすいかなと思って、突進さん選びました。ご指名ありがとうございます。いいと思います、あの、はい、さっきガミさんに僕も投票しちゃったんですけど、うん、あの最後おまおじさんに入れたんですけど、あの決戦で僕に入れたのトータスさんと朝倉さんだけだったので、うん、の2人ですね。そこはそうですよね、聞きたいですね僕は。あ、俺はもう言った通り、あの貫徹です。あのまあグレーから釣る方がいいやろっていう、それだけですね、うん、はい。そう、あそこで本当、決戦投票でも、その前の投票でも、ガミさん。ガミさん、そう。うん、それは、1票2票の段階で、まずいなと思って、俺の意見を先落としたくて、うん、まあ、グレズリからやろうっていう意見を出したかったんで、ガミさんに入れて、平にしたって感じですね、僕は。うん、なるほど。いや、まあ別に、決戦投票、あそこは、まあ、関係ないと思います。別にガミさん入れても、あれおまおじさん多分釣られる流れだったと分かると思うから、そう、この2票が黒いとか全くないと思う。なんなら別にどっちかっていうとさ、その前の投票洗った方がいいよね。そうだね。おまおじガミ、それが聞きたい。どっちに入れた方がいい？ガミさんに入れてるのが、ガミさんに入れてるのが、プテさん、アシユ、ミサトランさん、トータス、おまおじ、おまおじ、うん、はい、うん、です。ありがとうございます。いや、なんか自分、そのなんていうの、3人指定したじゃないですか。なんかそれ理由にそこに入れれると思うんすよ、人狼って。うん、うん、だからやっぱその中から切りた、あ、その中からやっぱ今回釣りたいですね。あ、ゲンです、意見出します。うん、はっちゃんが挙げたお三方が最初に提示され、でその後におまおじさんを訴状に挙げたのがアルマさんとプテさんだったっていう順番だと記憶してます。うん、で、うん、あのはっちゃんが今おっしゃった通りなんですけども、あのままほっときゃ少なくともおまおじさんは釣られない未来が全然あったのに、うん、アルマさんとプテさんの言動と行動によっておまおじさんが処刑され黒が見えたというこの状況か、うんうんうん、アルマさんとプテさんは少なくとも身内切りのパターンを除き白いなって思ってます。うん、ちなみに、まあ自分で言うのもなんだけど、おまおじさんを最初に詰めたのは僕だと思ってて、アルマはそれに乗っかってきたなっていう感じはあるんだよ。うんうん、でもアルマってちゃんと投票までしてるから結構印象がいいなと思っていて、うんうん、ガミさんは普通に人外あると思いますよ、うん、あの状況で。あの、はい、いや、あのそもそもなんかはっちゃんが3枚あげたときに、僕はあの全員の前で1回確認したじゃないですか、この3枚がするんですかって。で、はっちゃんはそうじゃなくて、あのこの3枚をあげた上でみんながどこに投票するかを見たいって言ってたから、なんか、うん、何なんだろうな、まあ別におまおりさんに投票したから白いとは言い切れないかなとは思います。でもね、ガミね、そういう認識だった正直。ガミね、おまおじに2票目入れてんのガミなんだよね。アルマ、ガミ、突進、ゲン、おまおじって順番で入れてるから、うんうん、ガミが2票目入れるの結構強くない？もうもろ身内切りの速度としても速くない？なんかその釣られそうな流れだったらわかるけど、うん、身内切りには見えないよってこと？早めだから身内切りじゃないから、うん、あのペテがワンチャンあるとは言ってたけど、わ、結構ガミ俺白く見てるよって話。両黒も全然あると思ってます。なんなら本線だと思うけどね。私思うんだろう、ガミが、ガミ、え、だってガミ、いや本線全然あると思いますよ。ガミさんって、まあ、両黒ってこと？いや、ある、全然あるでしょ。私もあると思ってる。ガミさんは、うん、あの状況で、うん、足湯トータスどっちに入れてても死んでたと思うよ。うんうん、それもまあ決戦投票の時には言いましたね。集まりそうだったのでおまおじさんに入れましたっていうのは、うん、なんかもし両黒だった場合おまおじさんに入れてると思うんですよ、残ってる人狼って。うんうん、どうせ釣れるっぽいじゃないですか。うんうん、そうなるとその票を途中で変えたプテさんが両黒だった場合、もうおまおじさんに入れてた方が得だから、そうなるとプテさんは白になる。俺目線、目線いいですね、ハッチャさすがですわ。両黒だった場合ね、うん、ただ両黒じゃなくてガミさんが白だった場合、一番最初に身内切っといてから票変えちゃってるから、プテさん最初に身内切りしてる黒に見えちゃってる。いや、プテさんってでもお前さんって黒なんでしょ。いや、お前さん黒だけど、うん、その俺がこの3人に入れてっていうのを理由に変えれるから、人狼は。おまおじさんだけが黒だった場合。ああ、なるほどね。そう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 。おまがみ両黒だったらチェキは絶対白だけど、ね。そう、絶対白、うん、そこはね、そうだね。そう。
まあ、ガミックらした時ちょっと入れ両方に入れたからんかったら真央くんちょっとだけ黒くなるかなって思って、あそうあのね、うん、真央さんの原作占ったのがちょい微妙かなと思った。マジ？なんかその霊媒結果で結構原作の色は分かるかなと思ったから、うん、なんかちょい先微妙かなって印象。そう割と俺、うん、あのおまおじと対抗してたのってもう完全に左上の中野アルマプテハシガミがおまおじを結構攻め立ててたイメージがあったから、うん、ガミさんは攻めてないっすよ。なんか原産じゃない？その原産、私は一致に、あ、ごめんなさい、アルマさん、プテさん原産のイメージだった。原はちなみに2連続おまおじさん投票です、昨日。うんうんうん。あ、すいません、差し込んで悪いんですけども、一応まあ、シンプルに朝倉さんが、アルマに投票入れて、2日目にガミさんに入れてるから、僕は普通に純粋に朝倉さんは怪しい位置かなって思ってます。わかる。僕も強人だと。今日多分足湯、朝倉のどっちかになるんじゃないかなって思っているから。トータスさんは入らない？これも入れるべきやな。僕はなんか、なんで僕と2人になったか対抗かはちょっと理解はできない。初日の印象がうちは良すぎたからトータスさんはあんまり黒に見えてなかった。そう、意見は合ってるんやけどね、朝倉さんとね。その2人はね、意見が一緒やったっていうのがわかります。はい。でも僕と対抗ってのはわからないです。トータス朝倉の色を見ます、多分そこら辺を。怪しい。そこの色見たら推理めっちゃ進むでしょ、多分。じゃあ今日は釣らないってことですか？ちなみにガミさんはどっち釣らないの？どっちでもいい。あれ、マオさんは、アシューさんも人外覚醒ぐらいで見てるってことですか？私とアシューさんに立って迷ってるっておっしゃってましたけど。ゲンアシューの色を見たら、俺の推理進むかなと思って占った。もう5秒しかない。やだ。いや、ガミプテどっちかつって、あ、でも色見れない。話し合いが終了となりました。投票のお時間でございます。それでは、投票をお願いいたします。どうぞ。はい、朝倉優衣です。なるべく占い師の人は早く投票してほしいかなって思ってます。今日は、うん、足湯さんに投票するかな。足湯さんに投票することを決めます。今そうだな、プテハシさんが昨日ガミさんに投票したのっておまおじはめちゃくちゃ怪しいんだけど、はっちゃんに投票権を与えるために票を鳴らすためだけにガミさんに投票してるっていう感じに見えてるので、おまおじさん釣りの功績にプテハシさんってめちゃくちゃ貢献してるので、プテハシさんとアルマが同じぐらい人間だと思います。ガミさんでもいいけど、じゃあシューさんにしますね。以上です。じゃあ魔王投票します。早めにということだったので、じゃあガミに入れます。投票理由としてはごめんね、ちょっと村の話を聞いて、考えを変えたというか、イメージとしては俺さっきも言ったけど、中野アルマプテハシガミがおまうじと対抗してたなと思ったので外してました。なんで、割と戦ってなかった位置にいたと思ったなっていう足湯ゲンを見たかったんだけど、でさらにトータス朝倉に関しては俺初日の割と話で白目だなと思っていたので占い先は変えてたんだけど、村の意見的に違いそうなので、そこら辺の色を見て役に立ちたいと思います。以上です。はい、足湯投票します。ちょっといろいろ悩んだんですけども、はっちゃんの意見も考慮して、ただでもまあ朝倉さんに一票入れたいと思います。まあ理由としてはまあおまおじで1人狼が釣れてることで、シンプルに一番同人芸で色の濃い朝倉さんを一旦釣っておけば、さらに色が見れるんじゃないかなっていうふうに思っております。そうですね、まあ朝倉さんからも足湯との対抗のみになる人対なんていうかな対立陣営ではなかったと思うんですが、僕と朝倉さんっていう強く押されたところがさらに違和感を覚えた点です。以上です。あ、いざとらんです。11番朝倉に投票します。初日にトータスさん白いって言った印象はわかるんですけど、この霊媒結果が出てもなお初日の印象でトータスさん白いって言ってるのがあまりなんかちょっと違和感を感じるし、足湯さんに票を向けているのも、まあ、もしかしたらワンチャン狂人もあるのかなみたいな、まあ黒かなとも思ってるんですけど、ちょっと村の思考とはずれてる気がするので、朝倉に投票します。以上です。あ、じゃあ次投票いいですかね。はい、じゃあ6番サントス、11番朝倉さんに投票します。ちょっと結論一緒で恐縮なんですけど、私も狂人かなと思ってます。おまおじさんがもし黒だったら、なんか2、1番目に進みそうな時に村有利だよみたいなこと言ってたから、狂人に出た方がいいよってことを促してたのかなってなんとなく思ってたので、旋風狂人の盤面なのかなと思ってます。で、一番狂人っぽく盤面をちょっとこう散ってる方向に行ってるのが朝倉さんなので、まあ、狂人釣りでも、進行としては強いかなと思ったので、狂人名がある、朝倉さん釣りがいいかなと思ってます。以上です。はい、
ガミ投票したいです。僕も朝倉さんに入れるの入れます。で、多分人狼目線は隠し色のはっちゃん神に行って護衛が成功したのかなと思ってるので、朝倉さんの色は今日ちょっと見れるか分かんないんですけど、僕まだ結構おまおじさんのあの新居出てて三人街潜伏三郎潜伏って言ってたのがあれそのまま真実だったんじゃないかなっていうのを思ってて、でおまおじさんと一緒に人狼陣営で一番ありえそうなのは朝倉さんかなっていう理由です。ちょっと時間足なかったですね。はい、以上です。はい、投票します。朝倉由衣さんに入れます。まあサンタさんの意見にすごく私は賛同してますね。朝倉由衣さんは狂人はかなり濃いと思ってますってなった場合、ミサトランさんとハッちゃんの内訳って本物と狼になっちゃうんですよね。ってなると初手おまおじさんつって残り2人が黒、2人の黒がグレーにいてみたいな議論がそもそもなくなってしまうので、それこそプテさん釣りみたいな話が議論中出てましたが、それで一旦白紙に戻した方がいいんじゃないかと思っています。はい、なので単純に黒を釣れた実績からそのお二人は除外して、まあ、シンプルに人海名の濃い朝倉さんに投票という思考です。はい、じゃあトータス入れます。朝倉さんに投票します。朝倉さんかガミさんかは、どっちかかなと思ったけど、まあ、集まってるんで寄せますね。足湯の選択肢は今のところあんまり入れてなかったです。マオサとミサトランさんは今のところビサでミサトランさんの方がちょっと新芽に見えてますが、マオサの方が俺の方白いって言ってくれたんですけど、俺もいや皆さんの言う通りそんなにミサトランさんの言う通りそんなに俺知らないから、俺もこの中に投票候補に入ってるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあなんとなくそれを崩してくれたのがミサトランさん。以上です。はい、どうぞ。あ、いいですか、投票します。まあ、朝倉11番に投票します。で僕は占い心境だと思ってて、まだおまおじさんの言ったことが真実だと未だに僕は思っていて、かつだから初日にお互いが白を打ったところも白だと思うんですよ。だからサントス突進まで白で、片白も出てない占いも出てないところに人狼がいると思っていて、でガミさんが似たような意見だったんで、まあ、ガミ朝倉で迷ってそこの意見が一緒だったんで朝倉に投票します。はい、投票します。まあ朝倉さんが釣られちゃいますけど、まあ意思表ガミさんに入れておきます。やっぱり初日の投票が変だったと思っているのと、あと2日目なんで言いますが、ミサトランマオだったらミサトランめっちゃ死んだと思ってて、原産は囲われた可能性はないことはないかなと思いますね。原産の初日のミサトラン新上げがいらなかったかなと思ってて、まあでもそれは狼でする必要ないからまあなんとも言えないけど、あれいらなかったなと思ってたからちょっと変な動きしてんなと思ってて、まあ狂人もあるかなと思ってたんだけど、マオさんのサントスさんに占わないで原産に占ってるところが狂人っぽいから、まあ白かなじゃあと思ってます。はい、僕いいですか。僕は11番の朝倉優さんに投票するよ。だってね、朝倉優さんは多分狂人だと思うんだな。サントさんと同じ意見なんだな。でね、占いはミサトランちゃんが若干真かなって思ってるよ。マオさんは別に怪しいわけじゃないんだけど、マオさんはね、あのゲンさん占ったっていうのがね、ちょっとね、僕には分かんなかったね。ゲンさんそんなに怪しくなかったような気がしたね。でもね、今日は11番の朝倉優さん、ごめんね。大好き。で占っていてよかった、はい、トッシーさん。朝倉由衣さんに投票いたします。まあちょっと心境よく分かってないですけど、まあちょっと人外だとは思っています。だとしたらちょっと朝倉由衣さんが一番最後に言ってたプテさんはなんかちょっと候補に上がったかもしれないけど、アルマと同じぐらい白に見てますっていうのが光ってます。僕多分これ思考ロックだと思ってるんですけど、プテさんが身内切りをしてるようにどうしても考えちゃってて、それを守っているのが狂人目線だとしたら楽なんですけど、まあ人狼目線だったら楽なんですけど、朝倉由衣が狂人だった場合、魔王ミサトランどっちかって言ったら魔王の方が黒く見えてます。それでは投票の結果、本日処刑されるのは朝倉さんです。では最後に遺言をお願いいたします。はい、朝倉由衣でした。そうだな、プテさん
ハちゃんにハちゃんに言うんだけど、プテさんがどうのこうのは事実、プテさんはガミさんに投票するつもりなくってマージに投票したくって、でもハッちゃんが決めるためにガミさんに投票してる、ただそれだけの人なんだよ。それだけは忘れないでほしいし、トータスさんと足湯さんを初日の印象だけ以外で比べても、うちは足湯さんの方が黒いかなって思ったから足湯さんを対抗に挙げた。ただうちは足湯さんもトータスさんも投票に挙げられたということだけ忘れないでほしいです。以上です。おやすみなさい。バイバーイ。それでは朝倉さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。いやね、もう到達さらないます。それでは皆様おやすみなさいませ。とりあえずおまおじさんが遺言っていうか、あの中野アルマプテがなんかプテさんを入れたんだよね。もしガミさん入れたらプテさんもプテ中の黒になるよなみたいに言ってたから、プテ中野さんにはいなさそう、相方が。でガミさん投票してるのがプテ、足湯、朝倉、トータスなので、プテさん弾いて足湯さん、トータス、朝倉が怪しくて朝倉釣られたから、トータスさんか足湯さんなんだけど、トータスさん足湯さんだったら、足湯さんは2回目の決戦で一応おまおじさんに入れてるしので、まあトータスさんかな。一番多分色見たいのみんなそこだと思うんだよ。トータスさん白だったら、うわどこかな、まあ足湯さんになるのかな。そしたらまあでも一人くらいは身内切りしてそうだよな。プテ中野さんここはなさそうに、まあ、めっちゃうまいライン切りみたいな最初におまわじさんあげてたからなさそう。でゲンさんは狩人っぽいんで、まあワンチャンあるけど、ゲンさんも結構中立ポジだし、ゲンさんの投票はあれ票数合わせだったから全然あるから、まあゲンさん、トータス占って白だったらゲンさんか足屋さんかな。いや朝倉は絶対人外だと思うんだよな。なんか票先がそこみたいな、足屋なんか、うん、まあでもトータスさんを白く見てたら足湯さんになるのか、ガミさんに投票してる。なんかトータスさんをかたくなに白っていうのがそんな大した理由なくないって思っちゃうから、なんか見えてそうって思っちゃうんで、まあ朝倉黒だと思ってるからトータスさん占いでいいと思うんだよな。てかマジでトッシンさん占ってよかったわトッシンさん占ってよかったよな絶対。なんかプーさんいたもんだって。今日多分はっちゃん噛まれてどうだ。いや中野プテのここにいたらめっちゃ怖いよね。おまじさんライン切りしてたら、そしたらもうめっちゃうまいなって感じだけど。占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします。はい。それではミサトランさん、本日どなたの正体を確認なさいますか。トータスさんでお願いします。それではトータスさんの正体をお伝えいたします。トータスさんの正体は人狼ではありませんでした。はい、失礼します。はい、それでは、はい、頑張ってください。トータスさん白なんだ。うわーなんか私囲ってるみたいになりそう。これトータスさん白なのね。オッケー、トータスさん白なんだ。なぬ、そんな簡単じゃないか。トータスさん白か、黒が見つからない。バチコリ黒を見つけますとか言っといて、トータスさん白なんだ。トータスさん白なんだ。どこだ、あと
足湯さんか。初日ガミさん投票してる。魔王さん黒ってあるかな。初日 LINE を見せたくなかった狼みたいな。魔王さん、魔王さん足湯さんに入れてんのか。魔王さんって足湯さんに入れてんだ初日。朝倉さんも足湯さんに入れてんだよな。なんか人外っぽい人が足湯さんに入れてんだよな。なんかこれなんだろう。トータスさん白か。難しくなってきた。これで。どこだ。魔王教、魔王さん教人、おまおじさん人狼、朝倉人狼、あと一人。まさくらさんと、朝倉さんとあれだな、魔王さんはワンチャンどっちか逆かもしんない。朝倉が教人で魔王さん人狼かもしんないけど、魔王さんが人狼だったら足湯さんないんだよな。でもマオジさん黒だったらアルマプテガンの覗かれたとしたら足湯ゲンでしょ。足湯とゲンさんどっちって言われたら足湯ゲンどっちかだな。じゃあ今の考察は足湯さんかゲンさんか。ラストウルフガミさんあんのかな。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。ガミさんも考えたかなきゃ。犠牲者はミサトランさんです。ミサトランさんはビデオの停止を押してください。それでは現在10名生存です。皆様3日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除お願いいたします。それでは7分間の話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。あっちゃん色教えて。はい、ならなんと、いや、魔王さんから教えてほしいけどな。あ、俺プテハシ黒。おお、うん、朝倉優衣さんは黒でした。え、黒え、マジ色落ちてる。優秀すぎる。思考出していいですか。うん、はい、私昨日の黒で、昨日の段階でミサトランさんってトッシンさんに白を打ったんですよね。マオさんの白に重ねたわけですよ。はい、私この行為は強人ではやらない行為だと思っています。うん、ので、うん、ミサトランさんは本物か狼という推理をしていました。で、昨日襲撃されたことから、うん、ミサトランさんは本物だったんじゃないかというのが今の私の推理です。うん、よってマオさんは人外確定だと思っています。以上。あ、うん、はい、うん、すごい納得します、うん、その意見。え、朝倉黒、朝倉黒でしょ。朝倉黒疑う余地がない。あのね、これすごいわ。みんな知らなかったのか。うん、そうなんよ。俺びっくりしてる。いや、初日だからミサトラン神でしょこれ。あ、そういうこと。じゃあめちゃくちゃグッジョブじゃない。え、これじゃあもう騎士出てダメ？ダメ？あ、いやいや、もう一回グッジョブかますから可能性が出ない。そうかそうかそうか。神やらない。まあ俺が騎士かもな、わかんないよ。騎士の前も使用したでも。いや、分かんないですからね、まだ分かんないですからね。でも、僕もゲンさんがいたように、ちょっと魔王さん、もうこれもう、ランちゃんが噛まれてるからっていうのもありますよね。うん、人外確定だと強人確定？まあ、まあ、何かは分からないですが、ローの可能性もあるとは思いますけど。あるとは思いますけど、ローだったらこの髪じゃないなと思うので、まあ、強人かなと思います。魔王さん強人っぽいね。うん、魔王さんがどうである、魔王さん朝倉唯一強めだっけ、うん、朝倉優一票目足湯、はい、僕が最初に言ってで3票、そう、3人目は私で結構、うん、その3人でもとどめはほぼとどめだったと思ってます。とどめだね。うん、魔王さん狼ってことある？いや、ないね。あんまりないと思うけどな、うん、ないけど、ないよね、いいと思いますよ、つって、うんうん、僕も
あ、一応それで釣り逃れようとしてるウルトラシーを狙ってる可能性もあると思うので、俺は残り釣りが最低でも4あるわけやん。だったらさ、プテさん釣って終わんなかったら、まあ、釣って終わりじゃない。まあ、一応それあるけど、俺目線ではプテ釣ったら終わるから、うん、別にその後の釣りは飲める。まあまあ安定な進行ではあるんだけど、それ真央さんの芯を追って、うん、釣ることになるので、まあ別にいいし、あのまあ余裕はあるんだけど、うん、まあもったいないですよね。はい、僕は真央さんを釣りたいです。あ、そうなんや。はい、この釣りが謎釣りすぎるわ。パターンの話だけど、真央さんが強靭でプテさんが本当に黒でも黒出してる可能性はあるよね。あります、全然あるよね。あるよね、うん、割と俺目線だともう三人街を見つけ終わっているので、まあ俺はどう処分してもらっても構わん、うん、まあ、先真央さんから釣って縄が増えるかもしれないですからね、これ。そうなんですよ、プテさんまだ何も動かれてないけど、カリウドの可能性も一応ある以上、カリウドの危険性がない魔王さんから落とす方が安牌だと思います。いや、なるほど。今黒ぶち抜かれたら普通言わん。まあ言わないですよ。言わんのや。あ、俺割と安定というか、プテさんからつって魔王さんでいいかなと思ってるんで。やだ、まあ、僕の、じゃあ僕の功績を説明するんですけど、いや、あのね、あのめちゃくちゃ白いと思っていて、むっちゃ白いと思ってるけど、進行的にはそっちの方がいいっていう、うん、だって魔王さんを釣って初日に騎士がおそらくミサトランを守っているから連紙が入ってると思っていて、今日の紙はっちゃんは多分守られるだろうみたいな読みが発生して、うん、じゃあ誰噛むのってなった時に、あの各城の突進さんとかの読み合いがあるから、僕よりも先に魔王さんを釣ってほしいですけどね、うん。トシさんが話したそうだったので、トシさんの意見聞きたいなと思います。僕、真央さん今日釣って、ああ、なんか、一応ですね、真央さんの黒崎のプテラさんもちょっと怪しいっていうふうに見たいんですけど、僕、朝倉優さんが昨日言った発言で、うん、足湯さんと二択の時に、トータスさん外したの、めちゃくちゃなんかトータスさん、かばったのかなって思っちゃったね。ああ、そうなんや。でも当てにしないでください。まあ、マオプテ釣った後に試合が続いた時のことを考えてて、まあだからマオさん強靭チケシロあーは全然、うんうんうん、の時の原産がクソ怖いなぐらい。それは原産な、うん、白いけどね、原産自体は、うん、白いと思うし、初手のオバオジのついたのは原産か一番。あと、あ、現です。じゃあちょっとだけ白アピの時間をください。私、真央さんとランさんの占い心眼の時にランさんの心を2連続で上げたと自覚があります。で、その状況下、ランさんに2連続で紙を入れるっていうのは、私が狼だった場合はコスパが悪すぎます。まあ、ランさんに狩人を寄せておきながらランさんを噛むっていうことは、私が黒だったらやらないと思ってほしいです。以上です。アルマさんと全く同じ思考で、マオプテ釣りの進行で追わなかった時の考えるってなんですけれども、縄が増える可能性もあるので、フレキシブルでいいかなと思います。それ以外の情報も落ちるので。基本は、まあ、僕の今の意見は、その原産が黒だったらやばいなっていう意見なんで、まあ、原産黒はそんな追ってないです。まあ、別に好きにしてもらってもいいんだけど、マオさんの結果とかを度外視して、マオさんを釣った後に、僕が黒いと思ったなら僕を釣ってほしいけど、この結果を見て僕を釣るのは本当に意味が分かんないぐらい僕は自分で白いと思ってるのね。いや、めっちゃ白く感じて、めっちゃ白く感じていたからこそ、俺の占い理由ちょっと話させてもらうんだけど、中野アルマプテハシがもうほぼ隠し白の状態になってた状態で、ここに占いを入れなかった場合、この2人がもう最終日まで釣れない状況になると思ったので、プテハシを占って、まあ、白かったら、まあ、中野アルマのそっちのどっちかになるのかなと思ったら、あの朝倉黒が落ちたので、僕の場合は試合が終わったっていう感じ。本当はプテハシ中野アルマあたりが怪しいなというか、中身を見たいなっていうので占いを入れた感じです。いや、でもなんか最後朝倉優衣の遺言でプテさん白っぽい、中野アルマと同じ白さみたいなの、俺逆に黒感じちゃってたんだよな。誰がなんかみんながプテさん白って言うほど、俺は全然なんか白く見てない。朝倉優衣が黒だったことによってね、村の総意的に中野アルマはもう釣らない、いけない、そこまで手は届かない。中野アルマは2000人低いとな、ごめん、俺の場合はもうプテさん釣られたからいいんだけど、マオプテ最優先、そうですね、同じ意見。それでは話し合いが終了となりました、はい、投票をお願いいたします。これ足る誰だろう。はい、あ、ガムさんどうぞ。ガムさんは早かったです。じゃあ、あの
魔王で、で魔王が老強神どれであってもこれで、全目線三人外落ちるのは確定で余裕も出ると思ってるので、まあ魔王プテの順でいいかなと、魔王の新目ケアで次プテ発散までは、はい、いいと思ってますが、まあ、魔王陣外プテ発散白だとは思ってます。一応ケアのためにプテ発散まで釣るのは、まあ、村の進行としてすごいいい進行だなと思ってます。今日は魔王でお願いします。剣です。はい、あどうしようかな、先どうぞ。あ、じゃあ、プテ橋に投票します。もう一回説明した、僕の場合はもう三人外が見えてます。なので、まあ、プテハシを釣ったら終わるので、今日プテハシを釣って万が一終わらなかった場合は明日僕は釣りを飲みます。なんだけど、まあ、終わるんでいいんだが、超絶薄い線を追うとしたらハッちゃんが偽物の線ってある？もうない。いや、あ、ワンチャンないわ。最初のおまおじがおまおじが使用しないで死んでた説、おまおさん黒あんのかな。あ、次、はい、次、あ、次しゃべり、あ、どうだ、ゲータどうぞ。はい、すみません、入れます。真央さんに投票します。で、今日の議論冒頭で私が述べたことをちょっともう一回言うことになったんですけども、ミサトランさんは突進さんに白を重ねた人物であり神で死んだ人物なので、私は噛まれて死んだ場合、噛まれて死ぬことができる神のって進化強靭だと思うんですけども、サトランさんの興味は薄いと考えており、その流れで芋づるで真央さんの人外っていうのを、まあ、一応思考で出したって感じです。なので私は真央さんは人外核で釣りたいと思っており、プテさんまで釣るかどうか明日はもう一回議論する価値は全然あると思っています。真央さんに黒を打たれたからプテさんを釣るのでなく別の要素で釣るんだったら私も納得します。以上です。はい、はい、はい、あ、どうぞ。あ、プテさんどうぞ。あ、真央さんに投票します。4名はあるので真央プラス3人釣れるんですけど、まあ、ケアでって言ってる人は今日の真央さんの今の発言を聞いてケアではやめてね、真央さんの新ケアでじゃなくて、今源さんが言ったように真央さんを人外核で置いて初日におまおじさんと思いっきりラインを切ってるプテラ高橋が黒なんじゃないかっていう議論で釣るんだったら納得なんですけど、そうじゃないんだったらやめてほしいです。真央さんを釣ってトータスさん、ガミさん、まあプテさんが気になるのは、うーん、おまおじさんぶった切ったけど、まあ、投票ガミさんだったからの順で釣りたいかなと思います。それくらいかな、引っかかってんの。はい、いいですか、大丈夫かな。じゃあ行きます。トータスです。真央さんに入れます。真央さんが多分言わなあかんかったことって、多分ミサトランさんが強靭で強靭でも噛まれて、っていう話をちょっとどっかでしやなあかんかったんちゃうかなと思ったんで、最後までその話でんかったんで割と、更新されて真央さんにしました。相対的にプテさんの白が上がった。うん、でも進行的にはプテさん釣りだったけどね。うん、ってな感じで、ミサトランさんが強靭で噛まれてるんやって話を、まあ分かりきってるからせんのか、それともなんかみんなであんまりせんなと思って、そのルートの話をね。以上です。あ、次じゃあサントス言わせて、話させていただきます。13番真央さんに入れます。ちょっとトータさんに先言われてしまったんですけど、同じことを言おうと思って、強靭、のミサトランさんが噛まれたっていうことの、真央さんしてた話と、真央さんして4人外出てるっていう話があるべきだったかなと思ってます。強靭を省、もしかするとね、単純な言葉足らずで、強靭を省いた意味での3人外っていう話だったかもしれないですけど、4人外真央さんしてんではスッチして、かつ強靭が噛まれているっていうことの前提のお話だったかなと思うので、ちょっとそこが欠けていたかなっていうところも含めて、真央さんは新芽が薄めかなというので釣り対象としました。強靭が誰かグレー行きたいっていう人出てくるはずだから、なんかそれっぽい人いないから、やっぱ真央さん強靭で、じゃあ必修投票します。真央さんに投票します。まあ、皆さん言ってる通り、まあ人外ではあると思ってます。まあ特にみんな言ってくれてるんで話は割愛するんですけども、まあ、プテさん黒の件で、プテさんも怪しんでる件に関してなんですけども、まあ、真央さんから黒が当たってるっていうのもあるし、あと、まあ、プテさんってずっとガミさんに入れてて、2日目朝倉さん投票の時も真央さんとプテさんだけがガミさんに入れてたっていうことがあるんで、そこもすごい怪しんでる要素の一つです。以上です。はい、突進です。13番真央さんに投票します。
今の足湯さんの発言もあったんですけど、モンさんの最後の発言って、プテさんつってはもう終わるから俺別に遺言ないよで終わるのに、ちょっと遺言かなり怪しいのに、トータスさん足湯さんはプテさんにちょっと怪しみを持ってたんで、ちょっと怪しいなって思っちゃいまった。で、僕今日噛まないでくださいよ、人狼さん。隠し狼だけど絶対噛まないでください。ハッちゃん噛んでください。ハムならハッちゃん噛んでください。よろしくお願いします。マオさんに投票します。はい。じゃあ中なるま投票します。マオさんに投票します。まあ多分八山と突進さんが、あ、これタイマー動いてるかしらと思う。まあ多分八山と突進さんが死ぬと思うんですよ。まあ今日と明日で。でそうなった時に、まあ原足プテアルガミトスモモのまあ7人、まあもう1枚釣りが入ってね、2日目には死ぬと思うんですけど、まあこの中で誰を優先的に釣るかを明日話した方がいいと思ってて、ただまあプテさん単体白いのは同意なんですけど、まあ全然魔王教プテクロもあるとは思ってるんで、そこも明日話し合いしたいなって思ってるって感じです。以上です。はい、いいでしょうか。マオさんに投票します。なんだろうね、誰なんですかね一体。僕は大体死ぬような気がしております。いやでもどうしてじゃない。なんだろう、こう村みんなが多分プテさんのことを白いと思っていらっしゃいますよね。まあ僕はあの朝倉優衣を釣って、朝倉優衣の遺言からプテさんをしろって言ってたのがちょっと怪しいっていうふうに言ってたんですけど、僕一番最初からずっとプテさんを黒っぽいって言ってたと思うんですよ。最初から。僕がもし死んだらその理由考えてください。おお、いやプテさん黒はでもあるよな。それでは投票の結果、本日処刑されるのは真央さんです。では真央さん、最後に遺言をお願いいたします。はい、話を聞いてて、すみません、ミサトランが噛まれた件に関しては、強靭噛み抜かれたなっていうので、説明を省きました。ちょっと議論時間を、無駄につかないようにしました。僕目線でその話をしなかったのが、僕もプテハシの黒が出ていて、でさらにその議論中に出たはっちゃんが、朝倉優衣黒だったんで、プテで終わるのでいいかなという気持ちの慢心が招いてしまいました。もうちょっと丁寧に説明すればよかったです。プテまで釣っていただければ勝ちますので、よろしくお願いします。新占いでした。お願いします。以上です。それでは真央さんはマイクのミュートビデオの停止を押してください。真央さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。マオさん強靭確定。さあ残りのラストは誰なのか。それでは皆様おやすみなさいませ。誰だラストウルフマネージャー。なんかプテさんに見えてきたんだけど。初日にガミさんに投票してるのがプテアシユだから、アシユさんか。でもラストウルフアシユさんかな。これマオさんがアシユさん投票してるんだけど、マオさんが強靭確定したんで、もうライン切りとかもないんで、マオさんの票は当てになんないということで、まあ、初日の票だけ洗うとアシユさんで、アシユさん単体で白いかって言われると、まあアシユさん朝倉さんに投票してるのか。でもまあ、シューさんかプテさんかな。ガミさんも怖いけどね。なんかガミさんあんまりすごいたくさん喋ってないからわかんないな。むずっ。これ自分が生存してたらすっごい迷うかもしんない。いや、ラストウルフ誰かな。でもすごいわかんないの、すごい。なんかもう絶対この人じゃんみたいになってないのがすごいわ。結構全員あるなって思っちゃう。プテゲンガミ。一応ランの予想は、足湯さんだな。足湯さんラストウルフ。なぜなら初日にガミさん投票してるからです。間違ってたらすいません。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は
プテラ高橋さんです。プテラ高橋さんはビデオの停止を押してください。なんで。それでは現在8名生存です。皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除、マイクのミュート解除お願いいたします。そうなんだ。4日目の話し合いを6分間で開始してください。どうぞ。これでごめん、助かる。マオさん強人ですよね。助かる。マジで助かる。マジで助かります。なんでそこサントスさんまで白は確認ですよね、うん、そうですね。サントス突進白ミサトラン進格ハッちゃん、うん、サントスさん、はい、トッシンさん、ハッチャンさんまではもう名は使わずに行けばいいと思います。騎士、うん、出てきていいんじゃないですか。ダメよ。トッシー出ちゃおっかな。騎士アシューです。はい、ありがとうございます。アシューさん、そうも、おー、絞れましたね、絞れましたよ。めちゃくちゃアシューやと思ってた。対抗出ないですね。アシューさんなんだ。めっちゃいいな、めっちゃいい。これじゃあ、アルマガミゲン、アルゲンガミモモを釣り切れば、うん、終わりなゲームですね。釣り切れる？いや、そう、ただ釣り切れるか。三縄じゃない？三人？三縄使えるから。三縄だからね。最後までハズ。一応実戦は、アルマがかなり白くて、ランベセは勝ちだ。まあ一日目ですね。そう、プテさんあれなんやけども、まあ一番おまおじにさっき投票したのがアルマやと思ってて、うんうん、で僕一番疑ってるのはガミさん。理由は、うん、おまおじが、まあ、アルマ、プテさん、ガミさんとは対立陣営みたいなのを話してたんですけども、僕らガミさんがそこに含まれるのがちょっとしっくりきてなくて、ちょっと対抗陣営にガミさんも入れたかったっていうムーブなんかなっていうふうにちょっと考えてました。うんうん、ゲンです。ゲンも、まあ、あの釣りの入選順位はほぼ同じで、ガミモモがトントン時点でアルマさんぐらい。あ、私もガミモモでニナは使いたいと思ってました。あ、はい、あ、トータス目線は、まあ、俺入るやろうなっていうのはすごいわかるけど、ゲンさんが白目です。ゲンさんは、多分おまおじのそれに突っ込んだ一番最初の人やと思うんで。ちょっと喋っていいですか、はい、釣られる位置だと思うので。そのガミモモから釣っていくのは全然飲むんですけど、プテハシさん噛まれたのでってなると、プテハシさんがトータスガミの順かなって言ってたじゃないですか、釣られるとき、うん、あ、違う、あの生きてるときに、うん、でその順で釣られて得する人なのかなってちょっと考えてて、うんうん、だから僕はアルゲンにいる可能性も全然あるとは思ってます。うん、ミトータスで終わらなくても一応一縄は使えますよね。そう、そうなんですよ。だから最後二択になるので、うん、もしアルゲンの二択が違った場合は、うん、はい、言い換え表現ですけど、まあ、要はこの4枚の中で白を決め打てば勝てます。1人、そう、この人は絶対人間ですけど、か決めてしまえば、その白角に三縄を使います。アルゲンが入るのが怖いなっていうのが僕目線。いや、まあガミモモをロラは多分もう覆らないと思うんで、うんうんうん、うんうんうん、どうします？なんか僕とゲンさんで白ヨさんも言い合います。う、ね、うん、そっちの、うん、同じぐらい。正直僕はガミモモで終わると思ってます。ほぼ同意です。終わらなかった時に、ね、その精査をした方が確かにいいかもしれない。うん、まあ、終わらなかった時のことを言うと、ゲンさんは初日に、あの確かおまおじさんに最初に話しかけた人物ですけど、はい、あの潜伏位置にサンクロいるって思ってるってことですかって問いかけて、もよさんが、ああ、ちゃうちゃうちゃうみたいな感じのやり取りをして、でそれを見て僕は確かに怪しいと思って、投票の時に怪しいと思った理由を述べて投票してます。だから、うん、僕は怪しいと思ったことを具体的に一番最初に話した人間だとは思ってます。うんうんうん、まあ現の白ヨスとしては、まあ昨日も言ったのと結構乗っかるんですけども、私は最初からミサトランさんの新名をずっと上げ続けています。でランさんの、あ、そう、アシューさん護衛先ってランさん2連神でやってます。いや、あ、そうそう、ランさん2連神ですよね。だから、うん、ランさんを狼が2連続で噛んで、私が狼だった場合はアシューさんという狩人の方にランさん守ってねと心の中でお願いしつつ、ランさんを2回連続で噛むということになるので、まあ、それはやらないと思ってほしいですね。はい、おお、おーとか言っちゃった。ゲンさんの話はしたけど、俺どっちかというとアルマックの方がまだもうちょっと白いと思ってる。お、すみません、足湯さん乗っ取りはない、大丈夫？そう、私もちょっと思ったけど、もうそれはない。足湯さん乗っ取りの場合は多分プテさんだけ、チェケシロくらいかな。そうですね、プテさんがカリウドだった場合のみ足湯さんの乗っ取りは、うん、で、そうで、そう、それ考えたけど、うん、それ以外は絶対 CO 出てくるはずだから、でもかなりリスクありますよね。プテさん
基地でさ寝かせてたはないって思っていい？ないと思うけどな。プテさん寝かせないような気がするな。じゃあ言いませんよ。佐藤さんに一応言っとくんですけど、朝倉さんを釣ったのは僕っていう実と思ってる。うん、まあ太鼓一やったけどね。足でも足湯が騎士なの。太鼓一になったのは僕が朝倉さんに目線を向けたから太鼓一になった。あ、なるほどね。確かに確かにそうだわ。それまだ朝倉さんは入ってなかったから。うん、あでもまあ確かにそうか。足湯は朝倉になって足湯さんが、あ確かにそうだ。まあ、生きてたら怪しいでいいんじゃないかな。なんで騎士出なかったんだろうってちょっと思ったけど、それはまだ守れる可能性があったから、自分の方が票集まり育ったらいいよと思ってた。そう出るなーって雰囲気も出てたしね、うん、昨日、まあ、結果桜黒だし、まあ、昨日私ちょっと渋っちゃったんですけど、プテさんってあれ別に狩人でも出ていい場面なんですよね、うんうん、そうですよね、うん、狩人ですって言っといて、噛まれたら黒が噛まれたって何なんて話になって、うん、魔王さんの陣代が確かに確かにそうや。そうだから、プテさんの狩人は追わなくていいんじゃないかなっていうことで、だから足湯さん審議を、うん、あー気持ちいい、ありがとうございます。気持ちいい、私も試験しました。なるほどなるほど。それじゃあ、気持ちよく行こう。お前はよ、お前はもうほんまに行くけど、行くけど騎士になりたがってると審査が見えたよ。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。はい、一問で行かせていただきます。僕は10番のトータスさんでいきたいと思います。なぜならばやっぱり人狼だった朝倉優さんが足湯さん私に釣られるよね。トータスさんのこと完全に忘れてたよね。だけどマミさんも確かにあるなと思うんだけど、トータスさん追いたいよね。残り15秒あるから喋らせてもらいます。トータスさん釣ってダメだったのかみさん言って終わると思う。終わる終わるよね神様。終わる終わるよ。はい、じゃあ投票します。まあ、投票は僕もトータスさんに入れます。まあ、シンプルに朝倉トータスが初日にガミさんに行ってるんで、まあシンプルに行くとトータスさんなのかな。まあおまがみ両黒よりは、おまがみ両黒なんか2日目に結構なんか何回か話題に上がってましたけど、僕はあんまりやっぱ本戦ではそっちよりはまあトータスさんの方が追いやすいかなと思ってるんで、トータスさんに入れますけど、まあどっちでもいいと思ってます。はい、アシュと投票します。まあガミさんに行こうかなと思ったんですけども、ちょっとトータスの喋ってるのを聞いてトータスに入れたいと思います。10番トータス。まあ、理由としては僕が騎士使用した時に「やと思った」っていう感じで、まあ僕が騎士なんやろうなって考えてた後に、なんかちょっと僕のことを結構疑うような感じも見せてたので、まあ人狼陣営やったらね、グレイチが増えるのはありがたいことなんで、そういう動きになっちゃったのかなって、まあそんなにあれですが、朝倉さんのくだりもあってちょっとこうつけたがたいですけども、今の発言でトータスに入れたいと思います。以上です。はい、6番サントスです。10番トータスさんに入れます。まあ、正直私もあんまり差がないかなと思ったんですけど、他の方が挙げてないところで言うと、初日のなんかあの占い出た方がいいよと、占いだってだよって言ってあのもちゃおちゃの時に出たんじゃないかなっていう気が、取り下げたんじゃないかなって未だにちょっとうっすら思ったんで、まあそこら辺も若干の黒要素かなと思ってます。で残り先の次もガミさん釣りかなと思うんですけど、終わらなかった場合はどっちかっていうとアルマさん釣り、終わると信じたいですけども、どちらかというと私はアルマさん釣りという遺言を今のうち残しておきます。デスビーム。サンタさんそれやるんだ。うん、はい、じゃあ現にいます。投票はトータスさんにします。もう、まあ、トータスさん釣りちゃいましろなんだけどね。私が考えるべきことはトータスさんガミさんまで落とし切った後に終わらなかったらってことなんですけど、そうだな、まあどの道明日以降多分私残されるんで喋れるんですけど、まあ時間あるんで話すと、私の白要素を別に挙げるとすれば、ランさんと、マオさんかの占い師さんの心眼を触れたことで、であの紙の話もそうなんですけど、あれなんて言おうとしたんだっけ、明日言います、言いますね。はい、トータさんに入れます。まあガミさんトータさんは、釣り切りたいと考えていて、でまあなんだろうな、プテさんが釣られたことによってガミトータスの中に黒がいなかった場合、ちょっと
怖くね、神崎がプテさんなのが怖くねって言ってたガミさんの視点、あ、ガミさんのその意見がまあ唯一ちょっとあのなんか他の人たちと違う意見だったので、なんかちょっとガミさんから釣りたいなと思ってたんですけれど、まあこの後もしっかり釣りましょう、ガミさん。はいはい、じゃあトータスさんに入れます。まあ、太鼓なのでもちろん入れるんですけど、で終わんなかった時のことを考えてて、まあ、多分次僕釣られるんですけど、それで終わらないのでってなると、もうほぼアルマさん源さんの2択ってなった時に、源さんが足湯さんに、まあ、初日の護衛先ミサトランさんですよねって確認したのプラス、まあ、源さん明日話しますって言ってたのはもう自分が確定で生存するのが見えてる、ちょっと視点透けてるのかなともちょっと思いました。今日はトータさんでお願いします。ガミさんっぽいな、ラストウルフ。はい、ガミさん、どうしようかな。ゲンさんに入れときます。どっちかというとゲンさん寄りですっていう意見です。まあ僕から、釣られるのは、まあなんやろな、朝倉さんとの関係、真央さんからの城、足湯さんのは疑ってないです。割と2日目ぐらいから足湯さんが騎士だろうなと思ってました。発言の仕方、ヘイトを買わない動き方と、ある程度発言してグレーに入らない様子、トシンさんが割と偽物に見えて、偽物っぽいムーブをしてたので、そうかなと思ってました。トシンさんに言っとくと、そうですね。まあ、怪しく見えたのは、そうやと思います。プロに入るんですが、神さんまで釣れたら、あとはもう終わると思ってるんで、以上です。それでは投票の結果、本日処刑されるのはトータスさんです。遺言をお願いします。もうさっきの遺言っぽくなっちゃったな、どうしようかな。そうですね、まあガミさんで終わるとは思ってるんですけども、まあ、釣りの順番的に僕が入りそうで嫌やなと思いながら、プテガミゲンの順番で釣りたいよねって思ってたんで、プテさんご覧になったおかげで、まあ割と足りると思う。アルマ君やったら見事かなって思ってるぐらいです。うん、じゃあ、頑張ってください。それではトータスさんはマイクのミュートビデオの停止を押してください。トータスさんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存者の皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様、おやすみなさいませ。神さん、神さんかな、神さんだな。神さんだよな。なんかちょっと源さんにちょろって怪しみを残したのが、こう最終日生存考えてる感じが、なんかアルマさんとかはもう終わると思います、神さんとお父さんちょっと終わりますみたいな感じだけど、なんかな、なんかちょっとちょろっと源さんちょろ殴りみたいな感じが。まあでも源さんじゃない、ガミさんが村でもそうするか。ガミさんが村だったら、いやでもガミさんが村だったらどうなんだろうね。トータスさん、いやわかんないけど、なんかちょっとそのゲンさん殴りが最終日への布石みたいな感じに、もうトータスさん辛いの分かってて、終わらないの見据えて次に殴る標的ロックオンじゃないけどかな。でも私外してるんでね、足湯さん、足湯さん狩人全然分かんなかった。普通にガミさん投票初日してるし、人外かなとか思ったけど、めっちゃでもいい位置だったね。足湯さんそしたらガミさん投票してたから噛まれない位置で、っていうかプテさんガミが意外すぎて、でも分かんない、ガミさんってプテさんガミすんのかな。でも護衛が怖かったのかな。突進さんはっちゃんで5分2分1で護衛が入るのが怖くて、神さんが狼だったらプテさんかもかな。カリウドに見えたのかな。プテさんってカリウド神かな。全然わかんない。カリウドが誰かって当てられないもんだね。みんなわかるの、わかるもんなんだ。全然わかんなかった。アシエさん
まあガミさんつって終わんなかったらゲンさんつってって感じだしね。アルマさんが黒じゃなければ大丈夫。これで黒勝ったらマジですごいけどね。最後のサンナは釣りを逃れて残ったジンがいたらマジですごい。その人私はガミさんで提出しよう。今日は足湯さんガミかな。あと足湯さんがプテさん狩人で乗っ取ってたらもうすごい。でもなんかランもやろうかな。マジでもうこれ積んだ終わったってなったら一世一代の狩人乗っ取りしようみたいな。ワンチャン乗っ取れたらガチで強いみたいなさ。足湯さんがもうラストウルフでグレー釣り占いをもう、あ、グレランをもう諦めて狩人乗っ取りしてたらマジですごい。熱いけどまあさすがにないよなそれは。ドキ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 。なんか初日にさ朝倉ゆいちゃんがさプテさん投票したのもさ、初日にガミオマオジの2人黒だったから変なとこ投票したんじゃないかな。多分朝倉ゆいちゃん目線オマオジさんとガミさんで、ガミさん白だったら絶対ガミさん入れると思うんだよな。だからなんかプテさん投票とかしてるのが両黒だったから説ある。これあります。当たれ。ドキ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 。さあラストウルフはガミさんなのか。それでは一番長野アルマさんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。行きたい。3番足湯さん、4番ゲンさん、5番ガミさん、6番サントスさん、7番トシンさん、9番ハッちゃん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はアシュさん、サントスさんです。サントスさんはビデオの停止を押してください。カリエドノットリを忘れる感じ。それでは現在6名生存です。皆様マイクのミュート解除お願いいたします。5日目の話し合い5分間で開始してください。どうぞ。おはようございます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 。ソソさんなんですね。アシュさんが残るんですね。アシュさんが残る。私はもうアシュさんの偽を追いません。ありがとうございます。うーん、はい、一応自分がなんやろ、噛まれやんかった時に得するん誰やろなって考えてて、いやこれね、ワンチャン原産あるかもってちょっと、まあガミさんに行きますけどね今日は。いや俺ワンチャンアルマあるかもってちょっと思っちゃってるわ。はっちゃん、それは俺もやばい、いい具合にもうこれ刺さってないですか、人狼のやってることが。やばいよね、まあ、それで結局アルゲンの方に手かけてガミさんが人狼だったら全く意味がない。それはねやらん方がいいけど、ガミさんは硬い。ガミさんは絶対釣るとして、アルマの白アピって一番最初にオマオジを釣った。でもこれ逆を返せば身内切りをしたとも取れるんだが、ゲンさんあの身内切り論だったら全員一緒っすよ、アルマゲン、うん、いやでもゲンさんはなんかそのミサトランが死んでね、
なんか他のところもなんかバチバチ当たってたから白いなって、ゲンさんの方が白いなって思っちゃってんだよな。じゃあちなみに問いたいんですけど、はい、逆に初日からミサトランの芯だと思ってなかったっすか？俺は全然分かんなかったんだよね、それは。あ、マジか。僕は思ってたんで、うん、あんまり別にね、芯上げはそんな要素にならないかなって思ってるのと、あ、もうこれも最終日、宇賀美さんが釣れるのが終わんなかった場合、想定しても議論した方がいいですよね。僕釣りは全然飲むんですけど、ただ僕で終わる時って、はい、僕初日からなんかほとんど仲間がいなかったかなって、うん、宇賀美さんに昨日ちょっと叩かれちゃったんで、うん、そこの修正していいですか。昨日宇賀美さんは私が噛まれないことを想定しているっておっしゃってましたけど、私噛まれたら村絶対勝つので私は噛まれません。なので私が噛まれた場合はイージーゲームです。アルマさんとガミさんで縄が足りるので、なので私は噛まれないことしか想定して話していません、昨日。なので視点スケとかではないという点は修正させてください。てか昨日のその原産のやつは全然視点スケじゃないと思うんですよ。どっちにしろアルマゲームは絶対に最後まで残ると思うから、うん、グレイチ残しとかないと狼縄が足りちゃうんで。いや昨日ね、その、うん、プテさんが切られた、噛まれたのをなんでなんだろうってずっと考えてて、うん、でそれって結局騎士に護衛されるのが怖くて絶対噛める位置を噛んだんじゃないかなって昨日は思ってたんですよ、うん、で今日でも結局サントスさんが噛まれてるわけじゃないですか、うんうん、アシュさんじゃなくて、だ多分昨日その僕が思ってたのは間違ってたんですよ、その騎士が怖くてっていうのじゃなくて、だからプテさんを噛むことに利がある人は多分ゲンさんだと思うから、うんまあ、ワンちゃんゲンさんがあるのかなって思って、うん、あと占いのミサトランさんの新上げの話の続きがあって、昨日途中で終わっちゃったんでその話をすると、占いの心眼についてがっつり触れに行くっていうのは結論から申し上げると自ら占い地に入りに行く行為だと思ってください。そうだから私が狼だったら、そうランさんにご縁を寄せた上でランさんを噛み、ランさんないし魔王さんに占われる位置に自ら入ってることになるんです。これを黒だったらやらないと思ってください。これが私の主張です。言ってましたもんね、ずっとね、ミサトランシーンだと思うって、うん、で、うん、ランさんからしたら私にすり寄られてるように見えると思うから、うんうん、私が占えるリスクっていうのは十二分にあった。ありました。私が黒だったらランさんから黒結果が出るわけですから、まあお強い。そう、何も言わなくていいからね。うん、そうなんだよな。なんかそうアルマゲンの二択になったらゲンさんしろって置いちゃいそう。まあ票の買う買わないに関しては、うん、多分それだったら初日に一番なんか僕は全員から注目はされてたと思いますよ。うんうんうん、八山が挙げた3人以外からで、うん、おまおじさんを対象に挙げて、うん、まあチェキが挙げてたけど、うん、チェキが挙げてで僕は投票まで行動に示して、うん、っていうのをやっていたから、まあ結構占い、うん、占われてもおかしくない位置だったとは自分でも思った、うん、初日は。プテさんに乗ってわかるおまおじさん黒い思ってた。うみさんで終われなかった場合をまた話します。この場合私視点ってもうアルマさんと、朝倉由衣さんとおまおじさんの3黒になるんですね、うんうんうん、でまあで朝倉由衣さんってアルマさん投票なんですよ。だから、あ、そうじゃん。だから最初からおのおの入れ合おうぜっていう夜会議だったのかなというのを今考えてます。あるねー。この参道の場合に、ね、朝倉さんってアルマさん投票だっけ。朝倉が投票したターンを考えてほしいんですけど、朝倉ってめちゃめちゃ序盤に僕に投票してるから、うん、初日に、うん、えっと、あの状況になり得るって想像してない時からその作戦は絶対話せないはずです。あれ初日だった。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。はい、最初言っていいですか。ゲンさんに入れます。でまあ僕釣りで終わらないので、ヤガミさんで終わるなった時に二択になっちゃうのが、まあ、僕目線では嫌なんで、まあアルゲンから先に行ってくれませんかっていう懇願のために最初に出ました。ここまでみんなからボコボコに言われてまだ生き残ってる僕を評価してほしいですお願いします。ゲンさんに入れます。いや、プテさんに乗っかってお前さん釣りに行ったアルマさんもなんかあんま黒っぽくないし、ゲンさんもね、はい、ゲンです。白いからやっぱガミさんだと思う。ガミさんに入れます。まあけどほぼ私は要素出し切ったと思ってますが、まあガミさんで終わらなかった場合、まあアルマゲンの対決になると思うので、まあ明日までにちょっと新しいことなんかないかなって必死で考えますが、昨日の夜考えたことでだいぶ出し尽くしてるので多分同じようなこと言っちゃうと思いますが、もし終わらなかった場合は村の皆さん信じてください。よろしくお願いします。ガミさんで熱っ
初戦から熱い。はい、じゃあガミさんにと、あ、僕投票します。ガミさんに投票します。まあ僕も正直もう言えることは言ったと思ってるんで、僕もちょっと今日終わんなかったら夜考えますけど、まあ朝倉が僕に投票したターンって初日のしかも2番手3番手ぐらいに投票してるんですよ。ゲンさんがさっき言った作戦を考えていたとかだったら、初日から殴り合ってを買うっていうのはちょっとさすがに狼3人でやらないと思ってほしいですね。コスパが悪すぎる。それこそ占い値に上がってしまうと思ってください。以上です。トシ行きます。僕は一番の中野アルマさんに行きたいと思います。この投票によって足湯さんはっちゃんがどう動くか分かりませんが、まあ、確かにガミさんから行くべきなんかもしれないんだけれども、ガミさん釣っておらなかったらゲンさんアルマさんの二択になると思うんですけど、今日僕はアルマさん釣ってこれで終わったら俺かっこいいってと言えるんだよね。そしてガミさんが初週からめっちゃ叩かれてる、まるでね、ちょっとなんかこの中で言ったらいじめられっ子の立ち位置になったと思うんで、僕はガミさんを救いたい。でもガミさんが人狼だった時アルマさんすいません。独特だ。はい、アシュ投票します。ガミさんに入れます。まあそうは言いつつもガミさんは絶対ここで釣らないといけない位置だと思っています。アルマとゲンさんに関してはもうすごいね、まあ、はっちゃんはアルマって言ってるけども僕はすごい悩んでて、まあアルマが言ってることもわかるし、まあ投票履歴からもまあすごい白いライン切りって言ったら、まあそれは誰でもっていう話もまあすごい納得です。でもゲンさんに関してもまあなんかね、潜伏してた感もあるけども発言ですごい村を誘導してくれてたな感もあるので、もしこの2人なら非常に悩んでますとだけ伝えておきます。以上です。はい、私は、ガミさんに投票します。終わらなかった場合は、もう中直アルマ一択で考えております。はい、そういうつもりで、僕を殺すならそういうつもりで殺してください。わかりますね。僕がもし生き残ってたらもう絶対に中野アルマに入れるんで、僕はいい、ね、逆に言えばですよ、僕が死んだらですよ、そういうことですから。生き残った村の人たち頑張ってくださいね。もう中野アルマ黒にしか僕はもう見えておりませんから。はい、それでは投票の結果、本日処刑されるのは私は終わると思います。では神さん、最後に遺言をお願いいたします。ここまで長かったですけど、やっと突進さんという味方を得ることができて、感無量でございます。いや、これガミさん違うかな。あ、でもアルマさん、ゲンさんはちょっと僕もゲンさんには入れましたけど決めかねますね。これは黒、終わらないので頑張ってください。終わる。それではガミさんはビデオの停止を押してください。ガミさんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいりません。村人陣営の勝利です。おめでとうございます。やったー、よかったよかったよかった。嬉しい、ワンチャンも考えちゃった。あっちいや、ナイスナイス。何2日間殴らせ合わせやがって。ご主人よく耐えたっぴね。こういう釣り順よもう。はい、それではですね、役職の、内訳をですね発表させていただきたいと思います。まず人狼がガミさん、朝倉優衣さん、おまおじさんの3匹の人狼でございました。そしてそれをサポートした狂人が魔王さんでございます。はい、そして占い師がミサトランさんでございました。ミサトランさんは襲撃された日にトータスさんを占って人間と見ておりました。あ、そして霊媒師はっちゃん、はい、そして騎士が足湯さんでございました。はい、素晴らしい。ということで一斉に終了としましたね。まあ、これはね、実はガミさんとね、おまじさんが投票で、仲間に投票し合っていたので、あの霊媒師を噛むねプランというのはもともとなかったので、占い師を噛みましょうという話をしていたので、ね、そこで足湯さんが、うん、ミサトランさんを応援していて、いや素晴らしい、すげえ、それすごい、足湯がすごい、騎士が強いわ、やった、す
占いで5円入ってるのやばいな。やばいわ、ね、やばい。絶対霊媒だと思う。俺を釣ってなんか色見たい他のライン持って言ってたから、絶対に5円は霊によると思ってたから。確かにね、すげえな。これは村強かったわ。僕朝倉より黒全然追ってなかったしな。朝倉黒は正直あんまりぬるっと釣られたよね、マジで。朝倉白かったけどな、結構議論マジで。マジごめんね、決めちゃった。いや白やなと思った。あ、これ白やん。俺も白やんと思ったから黒って聞いて、黒ってなった。筆端黒を握りしめてたから、あ、終わっちゃったってなって。深さん髪ってなんでですか？確かに。そう、そう思った、うん、暴走、ガミさんの。いやいや、言ったじゃないですか。もう、あの、僕が釣られる流れだと思ってたから、手足さん噛んで得する人がいますよっていう流れにするしかないかなって。あとは、うん、意表がつきたかっただけです。なるほどね、そういうことか。あの結果、足湯乗っ取りまでワンチャン出てたから。そうそうそう、そう、うん、最後の乗っ取りを残したくてサントスさんを噛みました、うん、はい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 、ナイスですね、素晴らしい。苦しかったと思うから。いやー、ずっと苦しかった。いや、よう耐えたわ、マジで。確かにギリギリのとこずっと言ってたもんね、ガミさん。初日決選投票であそこまで行ったんだから頑張りましたよ。確かに2度だったんですよね。最初にして入った3人、最後の方まで行ってるから気性悪いなと思いながら。確かにな。最初の晩の朝倉さんのキレっぷりすごかったですからね。お前ら何やってんだっつって。プレプレ